皆さんこんにちは、私は今ラバンティールにあるユニスターズというシングルパンのバンドのパンヤードに来ています。でアンジーがお仕事するっていうんでちょっとついてきています。でここはどこかというと旧イースタンメインロード沿いですね、今のイースタンメインロードから一本北側に入ったこの道で、この道沿いにもいろんなスモールバンドとかねが多いんだけど、シングルパンとか結構たくさんあります。でも、今このパンヤードからちょこっと出ようとしたらですね、出るなと、ステイヒアと言われました。まあそれはラバンティールなのでしょうがない。しかもこんなカメラとか持ってたらでもさらに危ないので、ちょっと気をつけながら行動したいと思います。ハイランダーズの楽器が置いてあるんだけど、ハイランダーズ今の普通のインスタメインロード沿いになんか素敵なゲートができてて、あっちにパンヤード映ってるんじゃないのかなとか思うんだけど、まだここも使ってるのかな、わかんないですけど、とにかくまあ兼用みたいですね。でここでもう本当にアンディとか、まあアンディだけじゃないけどチューナーさん忙しくて、ここでお仕事をしています。でそこでアントニーさんというキャプテンの方がいらっしゃってですね、ご紹介いただきました。でもなんだ、練習がやっぱり6時半から始まるって言って、私ロードの練習6時からだから、やっぱりどう考えても掛け持ちできなさそうなんだよな。本当にもうファイヤーサービスしかもうないなと思った。ユニスターですね、ウーマン・イン・デ・ボスを、演奏したようですね。これいつなんだろう。そこにもほらチューナー・ハーマン・ガッピー・ブラウンって書いてあるでしょ。もうほとんどのバンドがガッピーさんがチューニングね、責任でやってたから、もう本当にどうするんだろうなぁと思う。今日明日かな、14番で演奏するみたいですね、パノラマ。今ここで横で見ながら、こうだんだん私なんかが見ても何をやってるのか分かんない、とにかく叩いてるなっていう感じなんだけど、やっぱり作ってる人が見たら今何をどうしたいからどうして、チューニングメーターどうなっててっていう、そのやってる作業の意味が分かるそうですね。いいな、その超羨ましい。でまあそんなので今こう見て学んでいます。誰か来ました。これユニスターのジュズが今ここに置いてあります。こんななんかいい何キャリーっていうか運ぶこのやつをつけて運ぶみたいですね。2個しか音がありません。こんな感じ、この楽器がドゥドゥっていうですね、一番低い音が鳴ります。太鼓とパンの間、ベースの間みたいな感じですね。Please, ladies and gentlemen.